GU のウォッシュドのパーカー買いましたか？ウォッシュドのパーカーなんてあの GU はね、全くネット追ってない民だからね、わかんないんですよ。店舗にたまたま行った時に見つけるくらいしか GU は見てないかな。あとはあのプチプラ企画みたいな時やった時 GU は入れてるから、なんかやっぱさ、売り場とか見てるとユニクロの方が買いたくなっちゃうっていうか、なんかめっちゃ細かいとこだけどさ、なんだろう、GU の売り場行ってもさ、ハンガーがなんか安っぽいプラスチックだったりとかさ、陳列もすごいぎゅうぎゅうで、なんかちょっと安く見えてしまうっていうか、まあ安いんだけどね、安くてコスパがいいからいいと思うんだけど、その点ユニクロとか売り場とかすごい綺麗だし、なんだろうね、ワンランク違うのかな、よくわかんないけど、なんかその感覚ない、みんな。GU 行くとなんか安っちいもん多いなみたいな感覚にはなっちゃうんだよね。もちろん中にはいいのあるんだけどね、そのパッと見。カラスさん、グレーのスウェードのブーツ探してます。おすすめありますか？グレースウェードってあんまないっすよね。ダナーとかで出てたかな、昔ダナーさんとか。グレーのスウェードでしょ。レッドウィングが昔ビームスとコラボやってたっけな。でも僕ほんとダナーくらいしかわかんないな、グレーのスウェードだと。でもグレー単品じゃなかった気がする。グレーとパープルの切り返しとかだったかもしれない。グレーだったら黒のスウェードが退色していくと結構グレーになるよ。僕履いてる黒のブーツとか結構グレーっぽいけどな。これとかがレッドウィングのポストマン、まあ黒、まあ黒か、まあ、チャコールくらいにはなってるかな。とダナー、これはまあアッパーの部分しかスウェードないけど、まあ、こんな感じでちょっと緑がかってきてるという、まあ、だから黒のスウェード育てる方がいいんじゃないですか。砂ぼこりとかで結構グレーっぽくなりますよ。ビスマルクのグレーこの間出ませんでした？確かでもマルチカラーだった気がするんだけど、違うかな。そう、ダナーさん結構グレーのスウェード出してる気がするんだよね。グレーのスウェードだとレッドウィングのアイアンレンジャーがおすすめです。あー、アイアンレンジャーとか出してるんだ、グレー。僕でもアイアンレンジャー全く開かないからわかんないんだよな。皆様いろいろ情報ありがとうございます。いえ、グレーのスウェードを狙いって結構渋いチョイスですね。今欲しいのなんだろう。ローリングダブトリオのバーガンディのコッペン。カラスさん、基本服は黒が多く白髪ロン毛なんで、あ、だからグレーの、なるほどね、似合うね、それ。白髪ロン毛かっこいいよね。マジ俺年取ったら白髪ロン毛にしたいんだ。ローダブのグリフィンキャスパーが今は一番欲しいです。グリフィンのキャスパーなんかあんの？それってグリーナーズじゃなくて？グリキャスは再生産ないらしいですね。何それ、昔あったってこと？ちょっと調べてみよう。あ、本当だ、グリフィンキャスパーってのあんだ。ヒールがちょっと高いんだね。あ、でも普通のキャスパーとグリーナーズ持ってるから割といいから、そこは。グリフィンキャスパーは去年のレザーズデイ限定で受注してましたよ。いいなぁ。ローリングダブトリオさんにもう土下座というか五点統治で頭下げて別注作らせてくれって言いたいよね。カーハートのアクティブジャケットが気になってます。何それ。古着でよく見るやつだ。これね、生地硬いからサイズがね、難しいよね。袖短いし。テナガザルなんでね、僕。似合わないんすよ、これ。昔ね、僕が働いてたナイチチってところから出てたね、インパクティスケリーのこういう感じで中がボアになってるやつ、マジ可愛かったんだよな。こんばんは、ちなみにブーツで自転車って乗りますか？え、全然乗る。え、逆に何で撮るの？サンダルとかスニーカーとかか。全然乗るよ。むしろブーツで乗らないものってなんだろう。あの足裏が熱いロガーとかそっち系で車の運転はあんましないから、危ない。足裏の感覚がなさすぎてバイクとか車は運転しないかも。それくらいかな。
バーガンディかっこいいっすね。バーガンディいいよね。いやバーガンディなんかね、ブーツさやっぱ黒行きたくなるじゃないですか。わかるんですよ、僕も黒好きなんで。で2足目やっぱブラウンとかさベージュとか行きがちなんだけど、まあ、個人的にはバーガンディ行ってもいいんじゃないのって思っておりますね。片足脱ぐかも。今日のおつまみはこちらのバーガンディのペンセブンをおつまみにお酒を飲んでいきたいと思います。昨日買ったブーツだね、今日じゃないんだけど。昨日 いい色ですよね、バーガンディ。いやめちゃくちゃいい色。ちょっとドクターマーチンと他のコッペも持ってくるか、せっかくだから。これがねコッペンセブン、昨日買ったやつで、僕がよく履いてたバーガンディみたいなチェリーレッドのドクターマーチン、もうグニョグニョ、えぐいグニョグニョ。こいつは濃いバーガンディが個人的に好きです。僕も大好きです。なかなかいいよね、本当にね。足元に一気に視点持っていけるから、個人的にはなんだろうね、コーディネートのバランス取るときにすごく好きなカラーですね、バーガンディ。バーガンディの帽子とかも作ってたんですよ僕。同じ感覚っすね。バーガンディとかだと僕あのスウェットを合わせたりとか、あとはなんだろう、色的にもさ黒のさ太めのパンツとか合わせるの好きで、まあ、今履いてるチェックパンツとかもそうなんだ。そういうののアクセントをやっぱさ、でかい黒パンとかって目ドーンっていくじゃん。いった時にこのバーガンディとかぶせたいなとか、まあ、チェックパンツも一緒だよね。こう見た目ドーンってバランス見た時にさ、こう目線が取られるじゃん。それをなんかちょっと足元に引っ張るためにバーガンディの色とかすごい使いやすいんだけど、かぶせる時にさ、まあ、この高さがある方が個人的に使いやすいっていうのがあって。でまあマーチンのカラーの方が高いんだけどね、高さで言うと。こいつなんかはすごいスウェットとかギャザータイプのねパンツなんかと相性いいんですよ。なんだけどまあ買ってしまった。めっちゃいい色これ、ほんとなんだこれ。もうここ僕マッコって呼んでますよ。川島さんこんばんは。川島さんが持ってるマーチンのバーガンディがあそこまでになるためにしたことありますか？新品からオイルを頑張って塗っていけばあの色に近づきますか？頑張ってやったことなんて何にもないですね。雨の日にやたら履いてたくらいですかね。梅雨時期かなんかに下ろしてずっと雨だったっていうのと、まあオイル多少入れてるからかな。あとメイドインイングランドで皮がちゃうんじゃないかな。